南アフリカ共和国、アパルトヘイトが終わって8年。ジンバブエ共和国、白人支配から独立して21年。南部アフリカでは黒人と白人の間で過去の凄惨と和解が進まず、21世紀の今日むしろ溝を深めつつあります。アフリカ大陸の南端、喜望峰。17世紀からオランダはこの岬をめぐってインド洋に抜け、東南アジアとの交易を続けました。19世紀中頃、イギリスがこの地を支配すると、オランダ系移民ボーア人はアフリカの奥地へと北上を開始。ボーア人たちはこの移動をグレートトレック、偉大な旅と呼びました。富を奪われた先住民にとっては侵略でした。450万人の白人が3000万人の黒人を支配した国、南アフリカ。20世紀中頃から白人政権は黒人に対してアパルトヘイト、人種隔離政策を取り続けてきました。ジョハネスバーグの南西部にある黒人居住区ソエト、ここに200万人もの黒人が隔離されていました。アパルトヘイトとは引き離し隠すという意味です。1994年アパルトヘイトが撤廃された後も、ソエトの街並みは一向に変わっていません。かつて白人政権は黒人たちを隷属させるために300以上の法律を制定し、法の名のもとに移動の自由や白人との結婚などを禁止しました。徹底した合法性を装いながら人間性を奪い取るやり方に国際社会の非難が集中しました。80年代国連は南アフリカのアパルトヘイトは人道に反する罪だと非難決議を挙げました。植民地主義の最も凶暴な形と言われたアパルトヘイト。黒人居住区では治安警察の拷問が日常化し、フルタイヤを首にかけて焼き殺す方法はネックレスと呼ばれ、黒人たちを震え上がらせました。黒人政権が誕生して8年、南アフリカの治安は以前よりも悪化しています。この街で銃声の響かない夜はありません。パトロールカーがソエトの中のディスコに急行しました。客同士のトラブルに女性が巻き込まれ射殺されました。銃が簡単に入手できるようになったため、凶悪犯罪が増えています。この夜、ソエトの病院に担ぎ込まれた患者のうち、銃の被害者は20人もいました。南アフリカで人口10万人あたり、殺人事件で亡くなる人の数は130人を超え、アメリカの20倍です。アパルトヘイトは終わったものの、白人と黒人の間の富の再分配が行われず、不満が暴力となって吹き出しています。この国を直撃しているエイズはアパルトヘイトと深い関係があると言われます。現在エイズ感染者は500万人、6人に1人。ここソエトでは3人に1人が感染しています。アパルトヘイト時代、鉱山に隔離され働かされていた単身者がまず売買春によって感染し、自由になった今、パートナーに感染を広げているのです。
この女性は月に一度薬をもらいにやってきます。医師からは末期の症状だと診断されています。しかしもらう薬は抗生物質とビタミン剤だけで、エイズの薬は一つもありません。ウイルスの増殖を抑えるエイズ薬は一人当たり年間100万円。去年南アフリカは欧米の製薬会社と交渉して10分の1以下の価格で輸入できるようになりました。それでも国立病院であるこの病院にエイズの薬は一錠もありません。国立病院では薬の費用を政府が負担します。しかし感染者があまりに多すぎて、政府が薬代を賄うことができないのです。母子感染を半分に抑える薬も開発されています。仮にその薬で子どもが助かったとしても、親が助からなければ孤児を養う社会のシステムはありません。ムベキ大統領はかつてエイズの原因はウイルスではなく貧困であると発言して物議を醸したことがあります。アパルトヘイトを行った白人政府はエイズに何の手も打ちませんでした。黒人の病気だからと切り捨てたのです。新しい黒人政府も対策を講じない点では同罪です。感染の拡大は止まりません。これはもうジェノサイド、大量虐殺です。南アフリカでは毎年12万人がエイズで亡くなっています。南アフリカの500万人の患者すべてにエイズ薬を配るとして、その費用は年間6000億円。国家予算の3分の1を当てなければなりません。去年8月末、南アフリカのダーバンで国連が主催してあらゆる差別の撤廃を目指す世界会議が開かれました。160カ国2万人が集まり、貧困、人種差別、パレスチナ問題など現在の世界を取り巻くさまざまな問題を話し合いました。ダーバン会議の最大の焦点が、アフリカが要求する過去の奴隷制、植民地支配の清算に欧米がどう対応するかでした。かつての植民地宗主国とアフリカ諸国の代表は、会議の最後に採択する宣言文をめぐって水面下で鋭く対立していました。南アフリカのムベキ大統領は、直面するエイズや犯罪、貧困などは過去の歴史抜きには考えられないと主張しました。アフリカは今でも日々奴隷制度や植民地主義、人種差別の負の遺産に苦しみ続けています。
貧困は人工的に作り出されるものです。貧困は人間の尊厳に対する直接的な攻撃です。人々は飢えや絶望から逃れるために強盗や売春などをせざるを得ないのです。超過債務に苦しむアフリカ諸国が会議に提出した宣言案です。アフリカは奴隷貿易、植民地支配、そしてアパルトヘイト、全てを過去の負債と捉え、それらが人道に反する罪に当たると主張し、それに対する謝罪と補償を求めました。超過債務と過去の生産を関連づけるアフリカ諸国のこの主張に対して欧米諸国は強く反発しました。会議のもう一つの焦点は自爆テロと報復攻撃を繰り返す中東情勢でした。イスラエルのシャロン政権寄りの姿勢を取るアメリカに批判的な声が高まりつつありました。4日目、アメリカ代表団が突然会議をボイコットしました。アラブ諸国がイスラエルは人種差別国家で、それを容認するアメリカも同罪であるという非難を宣言文に盛り込もうとしたからです。The United States is the last country that should be criticized for the unfolding of the events at this conference. This conference has been wrecked by Arab and Islamic extremists. アメリカはアラブ諸国のイスラエル非難を理由に奴隷制の議論からも手を引きました。同時多発テロが起こる1週間前のことです。アフリカ諸国は過去の生産も現在の超過債務も人種差別問題であると訴えました。しかし欧米諸国はそれを嫌いました。ダーバン会議は世界がグローバル化する一方で内部に深い分裂を抱えていることをあらわにしました。ジョハネスバーグから車で2時間、農村と鉱山が隣接する地帯で黒人と白人の間に今摩擦が起こっています。アパルトヘイト政策が終わり、黒人政権は白人が犯した過去の罪に対してあえて復讐せず和解するという道を選びました。その結果、鉱山や農場など白人の経済力はそのまま残されました。数年前からこの辺りの風景が変わり始めました。鉱山労働者の寮に迫るように黒人のスラムが次々と出現しているのです。今では南アフリカで見慣れた風景となった不法占拠スラムです。政府や白人の土地を黒人が勝手に占拠し、ブリキの小屋を建て、およそ1万人が住み着いています。スラムの住人のほとんどは下請けの仕事を求めたり、鉱山で働く家族を頼って1000キロも離れた黒人居住区からやってきた人々です。しかし 40% 近い失業率の中で仕事にありつくことは難しく、痩せた畑を耕してトウモロコシを作り、1日1度の食事をとるのがやっとの生活です。この周辺で白人を標的にした凶悪犯罪が年々増えています。
白人農家を黒人が襲撃する事件が相次いでいます。自衛に立ち上がった白人農家の射撃訓練です。去年、南アフリカ全体では1000件の白人農場が襲撃され、130人を超える犠牲者を出しました。この地区で起こった90件の襲撃事件は鉱山と隣接するところに集中しています。最近も白人農場主2人が射殺される事件が起きました。農場の横の事件現場には十字架が立てられています。働き手を失ったジュリーさんのもとには4人の子供が残されました。射殺された夫のヨハンさんは10人の黒人労働者を使い、1500ヘクタールの農場を経営する南アフリカでは平均的な農家でした。この地域の相談役も務めていました。その日、隣の白人農家に黒人グループの強盗が押し入ったという知らせを受けて、ヨハンさんは救助に駆けつけました。しかし打ち合いの末、ヨハンさんは車内で射殺されました。I want to ask them why. What did they gain by killing them? They did not take the bokkie. They did not take their money. They only took their guns. Why did they kill them? Why take a life without a reason? 不法占拠スラムの住民4人が容疑者として逮捕されました。4人は正当防衛の末の殺人だと主張していますが、検察側は強盗目的の農場襲撃事件として起訴しました。スラムの一角に容疑者の妻が一人残されていました。一家は去年からここに住み着いたといいます。アパルトヘイトの時代、黒人たちは移動の自由もなく、銃を持つことも許されなかったので、こうした犯罪は稀でした。ジュリーさんはこの農場で生まれ育った三代目です。ヨーロッパから移住し、グレートトレックという開拓の旅をして南アフリカに住み着いた白人、ボーア人の末裔です。黒人の側からは土地を奪った白人にしか見えないのです。ジュリーさんは夫が殺害されてから、いつまた襲われるかわからない恐怖の中で暮らしていました。11月末、ジュリーさんは農場を売って安全な場所へ引っ越す決断をしました。荷物が運び出されて空いた部屋を一つ一つ見て回りました。
突然娘のジュリエットが泣き出しました。自分の部屋に大事なものが残っているというのです。天井に残されたランプシェイド、父親からのプレゼントでした。ジュリーさん一家は1400キロ離れたケープタウンへ向けて出発しました。引っ越していく先は南アフリカで最も白人の割合の多い町です。南アフリカとジンバブエの国境地帯を流れるリンポポ川です。延々と400キロにわたる国境線に沿って電流が通った鉄条網が張り巡らされています。かつて南アフリカの白人政府が反政府ゲリラの侵入を防ぐために作ったものです。黒人政権になった今は別の目的に使われています。数年前から国境地帯で異変が起こっています。南アフリカ国内で逮捕された不法入国のジンバブエ人が強制送還されていきます。彼らは南アフリカの 36% という高い失業率の裏でただ同然の賃金で不法就労をしていたのです。その数は日に200人を超えます。護送車が何回もジンバブエとの間をピストン輸送しています。去年1年間に強制送還されたジンバブエ人は7万人に上ります。南アフリカ政府はこれは単なる不法入国ではなくもはや難民であるとして警戒を強めています。この日また南アフリカの警備隊によって不法入国者が摘発されました。7人のジンバブエ人が国境の川を渡り切った直後でした。いずれもジンバブエの農場で働いていた労働者だといいます。ジンバブエでは黒人と白人の間で農地をめぐる深刻な争いが起きています。行き場のない農場労働者が逃げてくるのです。南アフリカと並び白人が入植し長期にわたり黒人を支配したジンバブエ、21年前に黒人政権が誕生しました。しかし白人が黒人労働者を安い賃金で使う植民地的な農業が残っています。白人の農場主の多くは100年前イギリスから入植してきた人々です。わずか4000軒の白人農家が肥沃なジンバブエの土地の3分の2を所有しています。黒人政権になった時に土地は黒人に返還されなかったのです。
今ジンバブエではその土地をめぐって国中が揺れています。かつて植民地からの解放闘争を戦った元兵士たちが中心となって実力で白人の農場を襲撃しています。次々と白人を追い出し、すでに全体のほぼ4分の1、1000軒の農場を占拠しています。ジンバブエの人々にとって白人から土地を取り戻すことは独立以来の願いでした。ムガベ大統領は財政難などで土地問題を積み残してきました。今黒人による白人農場の占拠を後押しせざるを得ないのです。白人農場を占拠している勇気ある人たちに感謝しよう。私たちはやっと土地を皆さんに配ることができるのです。土地をめぐる黒人と白人の争いの発端は独立に際して交わされた合意にあります。ランカスター協定。黒人政権が白人の土地を買い戻す代金を旧宗主国であるイギリス政府が肩代わりするというものでした。しかしイギリスが拠出した基金はジンバブエにとっては不十分で土地改革はほとんど進みませんでした。解放闘争に命を懸けた兵士たちは新しい黒人政権から白人の土地の分配を約束されていました。しかしその約束は果たされず、ガードマンや建設工事の労働者として生活をしてきました。20年を経て元兵士たちは土地を取り戻す戦いに立ち上がりました。リーダーティノ・ティンバーさん、全国6万人を率いています。これから向かう農場には100家族400人の黒人がすでに住み着き、白人農場主を追い出しにかかっています。ここには元兵士の会のメンバー2人が常駐し、農場の占拠を指揮しています。彼はこうした農場を次々と訪ね、指導激励しています。時には入植者のために農機具やトウモロコシの種を配ることもあります。No, this is because of we are in trouble here. Ona nika ya baba ya kabambiwa ende tuguza tihitore. Ona nika ya baba ya kabambiwa ende tuguza nika yo nika ewa tema ye Zimbabwe.この農場の持ち主イアン・ケイさんはすでに3分の2の土地を奪われています。イアン・ケイさんは50年前イギリスから移住してきました。もともとこの一帯は黒人の集落でした。イアン・ケイさんは100人の黒人労働者を使っています。彼らは白人農場主のためにタバコ栽培に従事しています。この黒人労働者は皆ここで生まれ育った人たちです。一生この農場で働き続けます。
イアン・ケイさんが耕作できるのは今やこのタバコ畑20ヘクタールだけです。元兵士たちに次々と畑を占拠されているからです。追い詰められているのは白人の農場主だけではありません。農場の中で働く黒人の労働者も同じです。いつ襲撃されるかわからないのです。朝4時過ぎから日が暮れるまで働き続ける黒人労働者。この農場を追われると仕事だけでなく住む家も失ってしまいます。イアン・ケイさんのもとにおととしジンバブエ政府から一通の手紙が届きました。農業土地大臣からでした。この農場を法律に従って政府が収容するという通告です。本当にがっかりしました。子孫のために農民として頑張って耕してきた土地なのに、政府であれ誰であれ一方的に取り上げるなんてひどいことです。この通告がきっかけでイアン・ケイさんの農場は元兵士たちに頻繁に襲撃されるようになりました。自宅に押しかけてきた彼らの様子を息子のデビッドさんが物陰から撮影していました。200人の黒人たちが鉄条網を破って庭先まで入ってきました。口々にイアン・ケイの頭を殴ればわかるはずと歌っていました。警官はただ黙って見ているだけでした。イアン・ケイさんは農場で取り囲まれてリンチに遭いました。棒や鞭で叩かれプールに投げ込まれました。250件以上の白人農家がジンバブエから脱出しました。親子二代で築いたイアン・ケイ農場、植民地時代から続く農場の形が崩れつつあります。100人の農場労働者が固まって暮らす居住区、そこから道一つ隔て300メートルほどのところまで農場襲撃を繰り返す入植者たちが迫っています。入植者たちは元兵士の会や行政から土地を割り当てられ、一家総出で家を建てていきます。傍らをイアン・ケイ農場の労働者たちが通り過ぎていきます。敵対する入植者たちの視線が彼らを追っています。暴力的な農場占拠を許すムガベ大統領に欧米諸国の批判が集まっています。去年夏アメリカはジンバブエに対する経済制裁を可決。 EU も人権、財産権を守るよう圧力をかけています。
ムガベ大統領は強硬な姿勢を崩しません。私たちに保証金を払って本当に申し訳ないという気持ちを伝えてほしいのです。過去私たちの国と祖先は凶悪な行為によって計り知れない被害を受けました。今こそ現在の世代に対して償うべきなのです。欧米は奪っていくだけで私たちには何も与えません。そこがおかしいのです。私たちは手を差し出し彼らが手を握り返すのを待っているのです。南アフリカのダーバンで開かれた人種差別撤廃の世界会議。 EU とアフリカ諸国は過去の奴隷制について鋭く対立していました。採択された宣言文に過去の奴隷制は人道に反する罪であるというアフリカの主張は盛り込まれませんでした。文言の上で奴隷制、奴隷貿易は人道に反する罪であると表記されました。しかし過去の奴隷貿易は当時もし人道に反する罪という概念があったならばその罪に当たったかもしれないと曖昧な表現にとどめられています。ヨーロッパ諸国は過去の奴隷制、奴隷貿易を人道に反する罪とは認めませんでした。人道に反する罪はナチスのユダヤ人虐殺に適用されたもので、それ以前には遡らないというのです。EU が人道に反する罪と認めるのは、今現在アフリカやアジアの一部で行われている人を奴隷のように扱う行為だけだというのです。過去の奴隷制を罪と認めることに断固として反対したのは EU 諸国の中でもイギリス、スペイン、オランダなど植民地の旧宗主国でした。奴隷制が人道に反する罪であるという表現は過去のことではなく現在のことを指しています。私たちが常々言っていることですが、現在アフリカに対して行っている援助は償いではありません。過去の奴隷制度とは何の関わりもないことなのです。ヨーロッパ諸国が過去に行った奴隷制を問題にしたアフリカ諸国、それに対して奴隷制は現在もアフリカで行われていると非難したヨーロッパ諸国。ダーバン会議は双方の間に埋めがたい溝があることを明らかにしたのです。黒人と白人が土地争いを続けるジンバブエでついに黒人同士が殺し合う事態が発生しました。この白人農場の労働者を元兵士の会のメンバーが襲撃したのです。ここには260人の黒人労働者が住んでいました。土曜日の昼、食事の準備をしているとき、200人の元兵士と入植者たちがトラックに分乗して突如この居住区に乱入しました。農場労働者も抵抗しましたが、家はすべて焼き払われ、双方に3名の死者を出しました。
農場を追われた黒人労働者はチリジーになり、付近の農村に身を隠していました。その一人、サイネッティさん。家を焼き払われ、袋一つで命からがら逃げてきました。農場で一緒に働いていた妻のフランチェスカさんは襲撃で殺されました。お互い農場で生まれ育った仲でした。 It takes a long time to start from 1 up to 10. It's 1, 2, 3 up to 10. It's a long time without my wife. What I'm going to do? I'm going to suffer for the consequences because nothing I'm going to do. Because I'm crying for my wife. Because we was together. And together. Enjoy. What? But he's not good at it. サイネッティさんは妻の実家を訪ねました。そこにはサイネッティさんの子供が預けられていました。この子もあんやせ。5歳の子供は実家にいたため襲撃を免れました。実家の裏には作ったばかりの妻の墓がありました。いつか自分たちの畑で自分たちのタバコを作ろうと共に夢を描いた妻でした。I can live in Zimbabwe because I'm a Zimbabwean, but to me it's hard. I don't have money, but I want better me to go somewhere far as where I can stay safely than what I'm doing in here in Zimbabwe.戻る場のないサイネッティさんは子供を置いてリンポポ川を渡り南アフリカへ越境することも考えているといいます。白人農場が全て占拠されれば仕事も家も失う労働者は40万人とも言われています。南アフリカ共和国、この風景は都市の周辺に広がる不法占拠者のスラムです。これはアパルトヘイトの時代の黒人居住区よりもさらに劣悪な環境です。自由に移動できるようになったものの一向に縮まらない格差の中で南アフリカの人々は行き場を見失っています。南アフリカの白人たちの聖地、グレートトレック記念館。かつて白人が黒人と戦い土地を奪った歴史を称える記憶の場所です。12月16日、黒人と最も激しく戦ったその日、3000人の白人が集まりました。年に一度、正午、天空から光が真下に差し込みます。
そこには黒人と戦った先人たちを称える碑があり、光がゆっくりと近づいていきます。私たちの大地を守り導きたまえ。この時白人たちが歌い出したのはかつてのアパルトヘイト政府の国歌でした。白人の支配が永久に続くことを願って刻まれた言葉、私たちの全てを南アフリカに捧ぐ。かつて黒人と白人が戦った12月16日は神聖南アフリカでは国民和解の日と定められています。和解はなった。黒人と白人が共に生きていかなければならない南アフリカ。後戻りのできない道を21世紀この国は進んでいます。I do the best I can, you know. If I knew, you know, the best way I can solve all of these problems, I'm sure I could do it. But it's not my own decision all the time or an individual decision. There are seniors here. There are people who are in charge of policy in this country, and I report to them. So I don't know, you know. I don't know. That's the bottom line. It's getting too much for me now. I really want to stop this. I don't know, you know. I think it's enough now.I really, because I suffer every day for this, you know. Just leave. 去年8月末、南アフリカのダーバンで国連が主催して、あらゆる差別の撤廃を目指す世界会議が開かれました。160カ国2万人が集まり、貧困、人種差別、パレスチナ問題など現在の世界を取り巻くさまざまな問題を話し合いました。ダーバン会議の最大の焦点がアフリカが要求する過去の奴隷制、植民地支配の清算に欧米がどう対応するかでした。かつての植民地宗主国とアフリカ諸国の代表は会議の最後に採択する宣言文をめぐって水面下で鋭く対立していました。南アフリカのムベキ大統領は、直面するエイズや犯罪、貧困などは過去の歴史抜きには考えられないと主張しました。アフリカは今でも日々奴隷制度や植民地主義、人種差別の負の遺産に苦しみ続けています。貧困は人工的に作り出されるものです。貧困は人間の尊厳に対する直接的な攻撃です。人々は飢えや絶望から逃れるために強盗や売春などをせざるを得ないのです。超過債務に苦しむアフリカ諸国が会議に提出した宣言案です。
アフリカは奴隷貿易、植民地支配、そしてアパルトヘイト、すべてを過去の負債と捉え、それらが人道に反する罪に当たると主張し、それに対する謝罪と補償を求めました。超過債務と過去の生産を関連づけるアフリカ諸国のこの主張に対して欧米諸国は強く反発しました。会議のもう一つの焦点は自爆テロと報復攻撃を繰り返す中東情勢でした。イスラエルのシャロン政権寄りの姿勢を取るアメリカに批判的な声が高まりつつありました。南アフリカ共和国、アパルトヘイトが終わって8年。ジンバブエ共和国、白人支配から独立して21年。南部アフリカでは黒人と白人の間で過去の生産と和解が進まず、21世紀の今日むしろ溝を深めつつあります。アフリカ大陸の南端、喜望峰。17世紀からオランダはこの岬をめぐってインド洋に抜け、東南アジアとの交易を続けました。19世紀中頃、イギリスがこの地を支配すると、オランダ系移民ボーア人はアフリカの奥地へと北上を開始。ボーア人たちはこの移動をグレートトレック、偉大な旅と呼びました。富を奪われた先住民にとっては侵略でした。450万人の白人が3000万人の黒人を支配した国、南アフリカ。20世紀中頃から白人政権は黒人に対してアパルトヘイト、人種隔離政策を取り続けてきました。ジョハネスバーグの南西部にある黒人居住区ソエト、ここに200万人もの黒人が隔離されていました。アパルトヘイトとは引き離し隠すという意味です。1994年アパルトヘイトが撤廃された後も、ソエトの街並みは一向に変わっていません。かつて白人政権は黒人たちを隷属させるために300以上の法律を制定し、法の名のもとに移動の自由や白人との結婚などを禁止しました。徹底した合法性を装いながら人間性を奪い取るやり方に国際社会の非難が集中しました。80年代、国連は南アフリカのアパルトヘイトは人道に反する罪だと非難決議を挙げました。植民地主義の最も凶暴な形と言われたアパルトヘイト。黒人居住区では治安警察の拷問が日常化し、フルタイヤを首にかけて焼き殺す方法はネックレスと呼ばれ、黒人たちを震え上がらせました。黒人政権が誕生して8年、南アフリカの治安は以前よりも悪化しています。この街で銃声の響かない夜はありません。パトロールカーがスウェートの中のディスコに急行しました。客同士のトラブルに女性が巻き込まれ射殺されました。銃が簡単に入手できるようになったため、凶悪犯罪が増えています。4日目、アメリカ代表団が突然会議をボイコットしました。アラブ諸国がイスラエルは人種差別国家で、それを容認するアメリカも同罪であるという非難を宣言文に盛り込もうとしたからです。
The United States is the last country that should be criticized for the unfolding of the events at this conference. This conference has been wrecked by Arab and Islamic extremists. America はアラブ諸国のイスラエル非難を理由に奴隷制の議論からも手を引きました。同時多発テロが起こる1週間前のことです。アフリカ諸国は過去の凄惨も現在の超過債務も人種差別問題であると訴えました。しかし欧米諸国はそれを嫌いました。ダーバン会議は世界がグローバル化する一方で内部に深い分裂を抱えていることをあらわにしました。ヨハネスバーグから車で2時間、農村と鉱山が隣接する地帯で黒人と白人の間に今摩擦が起こっています。アパルトヘイト政策が終わり、黒人政権は白人が犯した過去の罪に対してあえて復讐せず和解するという道を選びました。その結果、鉱山や農場など白人の経済力はそのまま残されました。数年前からこの辺りの風景が変わり始めました。鉱山労働者の寮に迫るように黒人のスラムが次々と出現しているのです。今では南アフリカで見慣れた風景となった不法占拠スラムです。政府や白人の土地を黒人が勝手に占拠し、ブリキの小屋を建て、およそ1万人が住み着いています。スラムの住人のほとんどは下請けの仕事を求めたり、鉱山で働く家族を頼って1000キロも離れた黒人居住区からやってきた人々です。しかし 40% 近い失業率の中で仕事にありつくことは難しく、痩せた畑を耕してトウモロコシを作り、1日1度の食事をとるのがやっとの生活です。この周辺で白人を標的にした凶悪犯罪が年々増えています。白人農家を黒人が襲撃する事件が相次いでいます。自衛に立ち上がった白人農家の射撃訓練です。去年、南アフリカ全体では1000件の白人農場が出この夜、ソエトの病院に担ぎ込まれた患者のうち銃の被害者は20人もいました。南アフリカで人口10万人あたり殺人事件で亡くなる人の数は130人を超え、アメリカの20倍です。アパルトヘイトは終わったものの、白人と黒人の間の富の再分配が行われず、不満が暴力となって吹き出しています。この国を直撃しているエイズはアパルトヘイトと深い関係があると言われます。現在エイズ感染者は500万人、6人に1人、ここソエトでは3人に1人が感染しています。アパルトヘイト時代、鉱山に隔離され働かされていた単身者がまず売買春によって感染し、自由になった今パートナーに感染を広げているのです。この女性は月に一度薬をもらいにやってきます。
医師からは末期の症状だと診断されています。しかしもらう薬は抗生物質とビタミン剤だけで、エイズの薬は一つもありません。ウイルスの増殖を抑えるエイズ薬は1人当たり年間100万円。去年南アフリカは欧米の製薬会社と交渉して10分の1以下の価格で輸入できるようになりました。それでも国立病院であるこの病院にエイズの薬は一錠もありません。国立病院では薬の費用を政府が負担します。しかし感染者があまりに多すぎて政府が薬代を賄うことができないのです。母子感染を半分に抑える薬も開発されています。仮にその薬で子どもが助かったとしても、親が助からなければ孤児を養う社会のシステムはありません。ムベキ大統領はかつてエイズの原因はウイルスではなく貧困であると発言して物議を醸したことがあります。アパルトヘイトを行った白人政府はエイズに何の手も打ちませんでした。黒人の病気だからと切り捨てたのです。新しい黒人政府も対策を講じない点では同罪です。感染の拡大は止まりません。これはもうジェノサイド、大量虐殺です。南アフリカでは毎年12万人がエイズで亡くなっています。サンバーサンバー。南アフリカの500万人の患者すべてにエイズ薬を配るとして、その費用は年間6000億円。国家予算の3分の1を当てなければなりません。襲撃され130人を超える犠牲者を出しました。この地区で起こった90件の襲撃事件は鉱山と隣接するところに集中しています。最近も白人農場主2人が射殺される事件が起きました。農場の横の事件現場には十字架が立てられています。働き手を失ったジュリーさんのもとには4人の子供が残されました。射殺された夫のヨハンさんは10人の黒人労働者を使い、1500ヘクタールの農場を経営する南アフリカでは平均的な農家でした。この地域の相談役も務めていました。その日、隣の白人農家に黒人グループの強盗が押し入ったという知らせを受けて、ヨハンさんは救助に駆けつけました。しかし打ち合いの末、ヨハンさんは車内で射殺されました。I want to ask them why. What did they gain by killing them? They did not take the bokkie. They did not take their money. They only took their guns. Why did they kill them? Why take a life without a reason? 不法占拠スラムの住民4人が容疑者として逮捕されました。4人は正当防衛の末の殺人だと主張していますが、検察側は強盗目的の農場襲撃事件として起訴しました。スラムの一角に容疑者の妻が1人残されていました。
一家は去年からここに住み着いたといいます。アパルトヘイトの時代、黒人たちは移動の自由もなく、銃を持つことも許されなかったので、こうした犯罪は稀でした。ジュリーさんはこの農場で生まれ育った3代目です。ヨーロッパから移住し、グレートトレックという開拓の旅をして南アフリカに住み着いた白人ボーア人の末裔です。